不定詞の形容詞記号法パート3見ていきます。今回の例文 I want something to drink to do の形があるんで不定詞やなって気づいてください。今回は形容詞記号法がぴったりです。私は飲むためのものが欲しいです。まあ一応わかると。でも飲むためのものってあんまり言わんよね。飲み物って言ってしまった方がいいよね。だからこれは飲み物と訳すようにしていきましょう。今回の場合は名詞の something っていうのがちょっとクセモノです。形容詞っていうのは普通 a nice picture みたいな感じで名詞の前に形容詞がくっつくんです。素敵な写真みたいな感じでね。ところが今回の場合冷たいもの cold something じゃなくて something cold っていうこういう後ろから修飾する、これが something の特徴です。 something cold to drink って訳すと冷たい飲み物と訳します。その他には食べるためのものじゃなくて食べ物と訳していきましょう。食べ物はやっぱりあったかい方がいいよねってことで温かい食べ物と訳していきましょう。今回は something が特殊でした。